白川号バスターミナルは岐阜県大野郡白川村にあるバスターミナルである。白川号が市場づくり集落の玄関口として機能している。バスターミナル前傾白川村小木町集落北側にある国道156号の小木町交差点に隣接するバスターミナルである。白川号では1995年の世界遺産登録以降、 集落内を通行する観光車両が急増し、世界遺産を保全するための対策が求められるようになった。そのため村内の小木町区の住民は、集落内を貫く村道にマイカー規制を行って、民間の駐車場を廃止させるとともに、飲食店の貸切バスや障害者のための村営駐車場とバスターミナルを整備することなどを村に要望することとした。 バスターミナルの新設については一部の住民から戸惑いの声が出たものの2012年12月23日に行われた区の定期総会大寄り合いで村に要望することを正式に決議した。他方、従来白川号に乗り入れてきたほぼすべての路線バスは小木町集落から小川を挟んだ反対側にある村営せせらぎ公園駐車場内のバス停留所に発着していた。 しかし、法日外国人旅行客の増加や2015年3月の北陸新幹線長野駅金沢駅間、延伸開業により乗り入れる便数が年々増加し受け入れ要領の限界を超える恐れがあったため、安全面の対策も必要になった。また、せせらぎ公園駐車場から川を渡って集落に向かう、経路が実質的に吊り橋の出会い橋しかなく、 観光客が集中して混雑するという課題も生じていた。これらを受け、村は移転した白川診療所の跡地にバスターミナルの整備を進めた。2016年6月21日にバスターミナルの管理運営に必要な事項を定めた白川号バスターミナルの設置及び管理に関する条例が施行され、9月29日に竣工式を開催した後、 10月1日より運用が開始された。これに伴い、セセラギ公園駐車場内の停留所と近隣の小木町停留所は廃止された。自動外科両替駅小木町交差点に隣接してバスターミナルが設置されている。中央に平屋建ての管理棟が建てられており、以下の設備がある。バス乗り場は管理棟の周囲に1番から3番の3カ所ある。このほか バスの待機場所が7台分、身体障害者用の駐車場が2台分ある。金沢方面の高速バス待機中の各バス会社の車両以下の路線が発着する。前述のように年々白川号を経由する路線バスの便数が増加しており、特に白川号、鉱山間は約30から60分間隔と高頻度運行ながら繁忙期には 続行便が最大で6号車まで設定されるほどになっている。なお、白川号を走る有料の路線バスのうち、白山タクシーが運行する、小木町上席展望台行きのシャトルバスと、平成エンタープライズが運行する、VIP ライナー、名古屋、高山、白川号便は、当バスターミナルに乗り入れない。旧、白川診療所2018年11月5日から12月10日の、 間、ビデオゲーム、日暮らしのなく頃に、捧ぐと白川村のコラボイベントとして、スタンプラリーが開催され、スタンプ台設置、景品受け取り場所に指定された。これは当地にもともと建てられていた、白川診療所が、日暮らしのなく頃に、シリーズに登場する入江診療所のモデルになっていた、ことによる、ありがとうございます。